配信最初の量やってくれてるのはファンサービスな気もする。まあそれもあるけどね、やっぱりコマンドキャラを使いこなしたいっていうのはあるのよね。あとやっぱガイルとホンダだと、ちょっと今シーズン、いやで、強えよ強えよ勝てるけど、ちょっと、それも味気ねえなっていうのがあるかな。あらね。いや、ベガはもうホンダでいいかなってなっちゃってるね、正直。EX 速度、練りっちゃぎ、小速度の方が昇竜よりダメージは高い。ふんふん。だから、ま、できるときは毎回練りちゃぎに行った方がいいってことだよね。竜仕上がったら相当強そう。まあ、そうなんですわ。そう。それはまあそうなんですわ。格が上手くなるキャラ。今回のシーズンに関して言うと竜、ありだと思いますよ。今回のシーズンは。相手が3ゲージあって自分の体力が有利の時って暴れ警戒で置き攻めしない方がいいですか？いや、そんなことはないね。そんな簡単に割り切れるものではないです。でもそういう考え方はいいと思うよ。状況を見るっていうね。本当にこれ置き攻めしていいのかなとか考えるっていうのはいいこと。一部からレバーに戻すことはもうないですか？それはね、ないとは言い切れない。なぜかというと、例えばゲーム性が変わって、一部で入力するのが逆に大変みたいなゲームが出た時に、さすがにレバー使うわけじゃない。そう。そういうことはあるかもしれない。だメーカー次第って感じだね。これね、結構むずいとこで。中和シャドウをね、打ちたい理由も一応あって、なんでかっていうと、ごめん、バトルしこわ。やっぱゲージ溜まるんですよね、中和シャドウってね。ただまあ、竜巻のリターンバカだからな。さすがに確認してた方がいいのかな。結構ね、悩ましいですよ。まあでも今回ね、どうなんだろうな、ね。まあでも中盤とかも強えしなぁ。真っ白じゃん。よし。うわぁ、これ当たんねえか、さすがに。ちなみにね、指折れてる状況だと、多分レバーの方がやりやすい。うん。こう指マジ使わねえから。あれ指っていうより手首を使うから。実はね、折れてる時はね、折れてる時はね、なんて、そんな状況普通ねえからどうでもいいんだけど、折れてる時はレバーの方がいいよ。いいんだぜ。みんな漏れたときは。嘘！やってね、やってね。バッチーン。もう、あ、マジ？バッチーン。よし。あ、でも、ワラキャ先生の見ると結構、この起き上がりシフトはなんかそのうち弱くなりそうね。まあ、選択肢が増えてる時点でいいんだろうけどね。裏剣は結構でもアドバンテージだよね。裏剣とかガイルもね。
であるからな。巻物であってもみんな確認してんのかな。まあ今ネチゲ入ったか、もしかして今ネチゲ入ったね、多分ね。最強のパンチ野獣牛兵衛、ありがとう。なんでその名前にした。いやーこれでよかったのか。動かねえよな。あれだけは即な、むずいね。あれだけは即答だもんな。いや迷ったら即答にしかいっか今回は。小足が結構いやらしいはずなんですよ。巻き戻りきちいな。最強パンチ。猫用事ありがとう。